皆さんこんにちは、ターさんの外食日記です。今日は横浜家系ラーメン清六屋の総本山に来ました。ではお店の中に入っていきましょう。こちらの清六屋も券売機で注文の食券を買うスタイルですね。全部一緒なのかな。本日は座敷席に着席。清六屋さんの総本山に来てます。今日は極み鶏っていう特がついてる極み鶏のラーメン食べて、動画で皆さんにですねシェアしたいと思います。では待っていきましょう。こちらが特清六屋極み鶏。味玉とチャーシュー3枚とフライドオニオンとネギと水菜がと、あと海苔が入ってます。うずらの卵はダブルでトッピングしました。でこちらが唐揚げ、ボリューミーで美味しそうだよね。でこちらがネギチャーシュー丼、すべて揃いましたのでいただきます。まずはスープから。鶏白湯スープ、うん、鶏の旨味がよく出てるな。お次はチャーシュー、うん、で麺、太麺を固めにしてます。でうずらの卵と味玉、中がとろっとしてて美味しいんだよね。パクッと、うん、癖になるなこれ。本当に極み鶏めちゃくちゃうまいもんね。本当に、うん、海苔でくるっと巻いて食べるのも美味しいんだよね。でこちらがネギチャーシュー丼。まずネギを食べて、お、うまー。次はチャーシューも一気にかっこんじゃいます。でこの極み鶏のスープの中にニンニクを入れて味変、パンチが効いてんだよね。うん、あ、ニンニク最高。うん、マジ箸が止まらないぞ。ある程度食べたらこれにレモン絞って食べると美味しいんだよね。これが本当の意味での味変。すごいね、レモン入れるとさっぱりした感じになって、すごいなんか完成形な感じの鶏白湯スープって感じ。レモン絞るとすごいさっぱりする。めちゃくちゃハマるから皆さんやってみてください。これはいい、素晴らしい。今日来た清六屋総本山の極み鶏のスープは濃いめだったので、この中に白いご飯を落としてリゾットにして食べるとかなり美味しいと思います。極み鶏めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。本日も動画のご視聴ありがとうございます。今日食べた清六屋さん総本山で食べた特極み鶏、こちらのラーメンうまそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。